しおり峠は、新潟県魚沼市にある峠、国道352号を上に位置する。しおり峠から見下ろす、国道352号標高1065メートル。奥地の銀山平へ向かう峠として、中世から往来があったが、現在の国道352号の前身となる、道路の改作が行われたのは明治時代末期、自動車通行が可能となったのはさらに下り、旧。 湯の谷ニ村道として整備が行われた太平洋戦争中である。新潟県道55を越えてお見線が工事用道路として1950年代中期に開通するまでの間は、極端な境隘屈曲路でありながら、奥た見ダ,ダム建設の輸送道路としても使われた。かつては舗装もされていなかったが、現在は全線にわたって舗装されている。 現在でも峠の前後の区間は非常に境外で路線バス及びマイクロバスを除く大型車は通行止めとなっている。当期は積雪等のため全面通行止めとなる。なお、二輪車の終日通行禁止規制及び普通車の一方通行規制はいずれも2006年に解除された。大湯から銀山平の区間には奥多だシルバーラインが並行しており、 こちらはトンネルを経由してバイパスして銀山平方面へ向かっている。シルバーラインは全線大面通行可能でシーズン中は終日両方向を通行できるため現在はシルバーラインがメインルートとなっている。ただし、しおり峠には越後駒ヶ岳などの周辺の山岳へ向かう登山口が点在していることやシルバーラインは二輪車。 軽車両及び歩行者の通行を禁止しているため、しおり峠を利用する車やバイクも多い。しおり峠駐車場近くから見た、滝雲夏の終わりから10月頃を中心に、山間いに溜まった雲海が、日の出とともに峰を越えて、滝のように流れ落ちる、滝雲と呼ばれる現象が発生することがある。駐車場周辺にビューポイントが整備されているほか、秋のシーズンには、 バスツアーが開催される。しおり峠ヒルクライム6の大湯温泉をスタートとし、峠をゴールとする全長 14km、標高差 750m のヒルクライムレースが毎年夏に開催される。路線バスが夏季の観光シーズンに1日1日往復運行される。ありがとうございます。